皆さんこんにちは。7月14日秩父おもてなし TV、 堀泉智美です。さあ、最近は昼夜の寒暖差激しくなってますね。もう夏のように暑くなったかと思えば、大雨が降ってきて、そしてちょっと肌寒くなるぐらいまで冷え込んだりと、なかなかね、気温の調節が大変な時期になっていますけれども、私もね、ちょっと寝冷えをしてしまって、なかなかもうね、喉も痛くなってしまったんですけど、皆さんもご注意ください。さあ、梅雨明けも間近と言われていますけれども、今日もですね、明るい話題をたくさんお送りしたいと思います。それではラインナップご覧ください。東京2020オリンピックの聖火リレーが秩父にやってきました。あの花から10年、聖地お掃除大作戦、そしてブルーベリー狩りが今開催中です。市役所インフォメーションでは為替祭りについて、そして PR 秩父は7月18日は秩父朝市です。こちらの PR、 今日は以上のラインナップでお送りします。さあ、まずはじめ秩父ニュースですが、東京2020オリンピック聖火リレーがこの秩父地域を走り抜けました。7月7日、東京2020オリンピック聖火リレー、埼玉県秩父地域に聖火が走り抜けました。この聖火リレーでは各自治体で盛り上げ施策があり、秩父地域のスタートとなる秩父神社では夏祭りの宮の川屋台の飾り置きや屋台囃子の披露、そして秩父神社神官による安全祈願が行われました。ミニセレブレーションでは北堀市長の挨拶の後、聖火ランナーが登場、市長からトーチに火が移され、聖火リレーがスタートしました。聖火ランナーの後ろには小学生が追走し、神社周辺を一周し、秩父鉄道秩父駅に向かいました。この聖火リレーでは秩父鉄道がオリンピックカラーに揃えた電気機関車に火を乗せ、親浜橋まで向かいます。その後、全国でもまれな長瀞川下りに乗せ、船の上でトーチキスをする注目スポットもあり、多くの人が見守る中行われました。
そのまま止まってください。止まっててください。はい、ありがとう。お疲れ。はい、ありがとう。はい、ということで非常に暑い日になりました。この聖火リレーの日ですけれども、多くの方が聖火リレー見たようです。そして、ライブストリーミングなどでもね、配信されていたので、そういったところでも見ましたという声も多くいただきました。さあ、続きましてはあの花から10年、秩父アニメツーリズム実行委員会では10周年を迎えたアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの舞台となりました旧秩父橋を掃除するボランティア活動が7月11日に開催されました。秩父を舞台にした大人気アニメ、あの花の聖地となっている旧秩父橋をきれいにしたいという思いから、秩父アニメツーリズム実行委員会がファンの方々に呼びかけて実施するボランティア活動、聖地秩父お掃除大作戦は今年で5回目を迎えます。参加者は毎年およそ50名ほどで、中には毎年参加しているという方もいるそうです。秩父アニメツーリズム実行委員会はこの日、ボランティア参加した方々へのお礼としてお掃除大作戦とアニメ10周年を記念して制作した軍手を配っていました。これですね。どなたの？レンマさんです。どちらからいらっしゃるんですか？行田です。行田市。車でお二人で。はい。今回参加何回目ぐらいな？初めてです。ああ、そうですか。どうしてお知りになったんですか、この活動？2年ぐらい前にアニメを見て、でそれからまあちょっと1回来てみたいなということで、ホームページ見たらお掃除ということで、まあちょっと掃除してみようかなと。ちなみに今日どちらから？埼玉市の方から。はい、ありがとうございます。今回参加何回目ですか？2回目。私ら2回目だね、うん、2、3回目です。そうなんですか。どういうきっかけで？元々あの花で来るようになってからですね。どちらから？我々東京から。今回参加は初めてです。初めてですか。地元民なんですけど、ずっとねスケジュールが合わなくってね、ずっと来たいと思ったんですけど、やっと今回スケジュールがあって、はいね、ここでね、結婚式の前撮りしたりとか。ね、そうなんですか。どのぐらい前に？もう6年。ね、じゃあその恩返しみたいなものもあって、本当に普段からお世話になっておりますので。今日来てる9割方が今日あの花ファンですね。ちなみに参加は何回目？はい、もう最初1回目から参加してて、であとちょっと仕事絡みで 1、2回はちょっと出れなかったことあるんですけど。ちなみにどちらからいらっしゃる？埼玉県の久喜市です。久喜市。はい。何回参加されてるんですか？これ2回目になります。これ全部。ベテランです。5回来られて。はい。毎回出ます。ちなみにどちらからいらっしゃるんですか？群馬です。
毎年やられて参加者のこうなんていうんですかね、規模とかこう変わってきてます？いやーでもそこまで変わってない感じはありますかね。ただみんなが手慣れてきてる感じはやっぱりあります、ね。このイベントはですね、聖地秩父お掃除大作戦とネーム付けまして、今年で5回目の活動になります。もともとは秩父橋の落書きを消そうという活動をファンの皆さんと一緒にしまして、そこから毎年清掃作業ということで、夏休みに全国からたくさんのファンがいらっしゃいますので、その前にみんなの手で綺麗にしようという形の活動になっています。今段階で42名の方ですね、はい、そうですね、まあ、ちょっとお天気が心配ですけれども、通常ですと4時ぐらいまで活動しまして、皆さん作業を始めるとですね、もう休むことも忘れて一生懸命にこうやっていただきますので、まあ皆さんの許す限り活動したいと思います。そうですね、毎年夏休みの初めにですね、この時期に秩父橋を清掃しております。そうですね、まあ、昨年はなかなかコロナで開催できませんでしたので、地元の方中心だったんですけれども、まあ、例年50名以上の方はですね参加いただいてますので、本当に遠くは北海道から来た方もいらっしゃいますし、名古屋とかですね、本当にこのアニメの思いで聖地に来て活動してもらっているので、ありがたく思っています。はい、ということでこちらも多くの方が参加したようです。あれから10年も経つんですね。月日が経つのは早いです。秩父市吉田地区フルーツ街道にあるブルーベリーの里は、緑の森ブルーベリー組合に加盟する8つの農園が集まっており、敷地面積およそ4ヘクタールにおよそ40種4000本のブルーベリーが植栽されている観光ブルーベリー農園です。その中の一つ、組合長でもあるビッグファーム比較坊を運営している比較坊ご夫婦にお話を伺いました。まあ、粒的にはね、こんな感じでなってるんだけど、今年の鳥の被害はもう半端じゃないんですよ。全然物が取れないんですよ。いつもいっぱいこの辺も、そこ、この塊もね、いっぱい今取れるシーズンなんだけど、この辺も真っ青になってたのが鳥に全部やられちゃって、色のついてるの全然ない、これがバークレイっていう品種なんですよ。結構大きくなる品種で、まあ、ハイブッシュで、まあ、比較的ね、ここでも収穫できるっていう品種なんですよね。でここに新しいサミットっていうのが入ってるんですけど、まあ、ブルーベリーに大きく分けて、ハイブッシュとラビットアイで、今サザンハイブッシュとかあって、これがそのサザンの代表的な、まあ、比較的ね収穫量がある、これは鳥が食べたやつですこのハイブッシュが取れてる時は30分で、まあ、食べ放題しながら 200g のパックがいっぱい取れるっていう感じですね、お土産にね。で6月中旬から8月中旬ですか、まあ今はね長い品種で9月まで取れるのとか、6月の初旬から取れるのもありますけど、まあ、標準的には6月中旬から8月中旬までっていう感じですね。詰めるとこですけど出荷するのにこんな感じに詰めます。全部出荷しなくちゃなんですけど、こんなにあるの履けないんですよ、物がなくてね。毎朝摘み取ってそうですね、梱包したらもうその注文の方々に、はい、そうです、郵便局で取り、U パックでシールドで出してます。今大きいからあげますよ今これを。さあブルーベリー狩り、ぜひね皆さんにも体験していただきたいと思います。一粒食べるだけじゃなくて、何粒かでこう一緒に食べると美味しいという話もあるので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。そしてお出かけできないという方は、このおもてなし TV のですね、秩父地域おもてなし観光公社では EC サイトやってますので、そちらからもこのブルーベリー買えます。ぜひクリックしてください。は
はい、続きまして秩父市インフォメーションのコーナーです。本日は観光課より山越さんお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はどういったお知らせでしょうか。はい、はい、秩父の夏を代表する夏祭り、秩父神社の、秩父川瀬祭りについて、はい、お知らせがありまして、こちらのお時間いただいております。はい、ということでですね、川瀬祭りは毎年7月19日、20日の2日間で行われるんですけども、今回やはり新型コロナの影響で、はい、いつもと違ったお知らせになるかと思うんですが、はい、はい、詳細お願いいたします。はい、今年の秩父川瀬祭りですが、やはり川瀬祭りというとまず思い浮かぶのが、みこし払いの儀式を思い浮かべる方が多いかと思います。はい、今年についてはですね、みこしの渡御、それからみこし払いの儀式については、自粛という形となりました。またですね、7月19日に、秩父神社で行われます天皇柱立神事についても、自粛という形となりまして、神社の神事につきましては関係者のみで執り行われるということが決定をしております。またですね、笠鉾屋台の栄光等も、注目されるところでありますが、今年については各町会の判断によりまして、自粛または飾り置き等の対応ということになっております。出汁の方のですね、ご覧いただきたい方もいらっしゃるとは思うんですけれども、やはり新型コロナまだまだ、このような時期でございますので、観覧の方はですね、ぜひ自粛いただきまして、また来年以降ですね、実際に開催されるようになったら、ご覧をいただければと思っています。それからですね、毎年好評いただいてました、川瀬祭りの花火大会なんですけれども、残念ながら今年も、中止という形となっております。またですね、例年ですと秩父の宮地グラウンドに川瀬祭り用の臨時駐車場を開設していましたが、今年についてはこちらも、開設はしないということになっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。川瀬祭りといえばやはり秩父を代表する夏祭りなんですけども、やはりこういったお知らせになってしまうのちょっと心苦しいところはありますね。そうですね、はい、去年も中止ということで、うん、はい、今年こそはという気持ちもあったんですが、うん、まあ、なかなか落ち着かないということで、そうですね、はい、やれることはというところで、はい、秩父の物語が今年も多くなってきている形です。はい、ちなみに毎年川瀬祭りってどのくらいのお客様いらっしゃるんでしょうか。そうですね、うん、曜日にもよるんですが、2日間で7、8万人の方がいらっしゃることが多いです、うん、はい、そういったのは全国からいらっしゃる方が多いんですかね。そうですね、はい、やっぱりお祭り好きな方は、うん、このタイミングでですね、地域に足を運んでいただける機会ではあったんですけれども、はい、まあ、なかなかちょっとそこまでは受け入れがまだまだ難しいということで、はい、こんな形となっています。残念です。まあ、でも来年がどういう形で行われるかというのはまだ未定なので、まあ、その都度情報が入りましたらぜひおもてなし TV の方でもご紹介させていただきます。で、今回に関してはですね、まあ、いろいろ自粛をお願いしている形なんですが、詳細に関しては秩父市役所の、ホームページ、はい、はい、秩父市の観光ホームページが、はい、秩父観光ナビというものがありますので、はい、秩父川瀬祭りで検索いただけると、はい、上位の方に出てくると思いますので、はい、ぜひご確認ください。そしてあの公式のホームページご覧いただくか、またはですね、観光課さんの方にお電話いただければ詳細わかるかと思いますので、そちらの方にお願いいたします。はい、ということで今回は川瀬祭りのご紹介いただいたんですが、そろそろですね、オリンピック・パラリンピックが開催されるということで、山越さん、何か楽しみにしている競技とかってございますか。そうですね、はい、やっぱりいろいろ気になるところなんですが、うん、私自身野球をずっとやっていたというのもありまして、はい、やはり復活した野球をですね、気になっているところです。そうですね、いろいろ楽しい競技があるんですが、私の方はですね、バレーボールがすごい大好きなので、それを応援したいと思います。無観客ってことでも言われておりますので、皆さんご自宅で楽しまれることが良いかと思うんですけども、また秩父地域のですね、お祭りとかイベントとかですね、ぜひおもてなし TV の方でご紹介をさせていただきますので、オリンピックとかに合わせてぜひ YouTube のこちらのおもてなし TV の方もご覧いただければと思います。はい、ということで本日は観光課より山越さんお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今日最後は PR 秩父のコーナーです。もうなんと1年を迎えるという秩父朝市について後藤さんに教えてもらいます。
今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ秩父朝市もう1年になるんです ね、はい、ですね。小泉さんが101回目の放送だと言ってプロポーズしなくちゃいけないから私誤解しましたけどもそれから1年が経ちまして、はい、本当皆様のおかげでですね、はい、あの秩父朝市あの、うん、今月は18日、開催になりまして、本当この1年ですね、多くの方々に皆さんにあの支えていただいてですね、無事1年を迎えることができました。コロナの中で大変な中ですけども、皆様にお買い物をする喜びと出店者たちにですね作ることの喜び両方をですね兼ね備えて八尾さんの駐車場をお借りして開催させていただいてます。また今月18日もしお時間がございましたら、うん、コロナ対策万全に頑張ってますので、ぜひあのご来店のほどよろしくお願いいたします。はい、前回はの歌舞伎の上演などもありまして、はい、今回もまたなんかいろいろ、そうですね、はい、今回ですねあの秩父あの屋台林保存会の皆様によります太鼓の演奏、時間の方はですね午前と午後1回ずつになりますが演奏を準備しています。うん、はい、いや、 やっぱりこういう舞台があるっていうのはいいですよね。そうですね、ま、あの太鼓だけではなくですね、あの先日は前回はあの歌舞伎の方もやらさせていただいたりですね、あの今お問い合わせをいただいているのは子どもの関係の、ダンスとか、例えばですね音楽の演奏はできないかとか、そういうことをところも、まあ、コロナの状況によってですけども、私たちできる限りの協力させていただいてですね、皆さんの発表の場所を少しでも作っていきたいなと思ってますので、はい、ぜひ小泉さんも遊びに来てください。はい、また遊びに行かせていただきたいと思いますが、はいはいはい、やっぱりもうこの外でね、まだ駐車場でやってたので、はい、そうですね、まあ、暑い時もあれば寒い時もあったり、本当大変だった1年だったんじゃないですか。はい、世間の辛さから見ればそんなに軽いんですよね全然軽いですよはい、まあ、でも1年ということで7月18日日曜日、八尾百貨店の駐車場で開催されますので、はいはい、あ、ぜひまた皆さんにもねお出かけいただいて、感染対策をバッチリしながら、はいはい、お出かけしていただきたいですね。アルコール消毒、手洗いと私たちの方で準備もしております。はい、またあのポテクマ君も出る予定でいますので一つよろしくお願いします。はい、はい、遊びに来てくれるんですね。そうなんです、はい、楽しみです。友達にさせていただきましてねありがたいお話ですよねいいですね、ポテクマ君も、はい、お出かけくれるそうです、はい、そしていろいろ今日はお知らせがあるということで、はい、教えてください。そうですね、前回ですね、飲食店の若い2人が、うん、頑張ってですね秩父の夜空に1000発花火を打ち上げたいという話をさせていただきまして、ちょっと緊張してましてね私がやっぱりこれは喋んなきゃいけないなと思いまして、はい、お祭りのもう、まあ、本当お祭りがなくなって2年経ちますし、まあ、毎日毎日花火が鳴ってたような状況があったら秩父にですねまるっきり花火が上がらないような状況も出てまして、まあ、個々の団体さんで挙げてますけど、私たちの団体もですねぜひですね、参加店舗、こちらの方の参加店舗になりますけども、こちらのみんなが協力して秩父の夜空にですね1000発の花火とあの私たちの食べ物をそのご提供できればと思いまして、クラウドファンディングの方でですね、はい、お願いを募集しております。またそのクラウドファンディングちょっと難しいよっていう方のお声もございますので、できればですねこちらの加盟店の方、参加店舗の方にですねぜひご相談をお願いいたします。まあ、ご当商店もありますけどね、ありますけども飲食店の方々のお店の方へぜひ足をですね寄っていただいたり、まあ、電話番号も電話で見れますので電話していただいたりして、分かんないから何とかしてくれと、相談を持ちかけてください。どんどん私の方たちで頑張りますので、すみません、よろしくお願いいたします。はい、ぜひね、もう応援したいという方はキャンプファイヤーで、はいはい、ぜひぜひクリックお願いいたします、はい、QR コードですね、はい、こちらまず読み込んでいただいて、ね、そこから入りますとSNS とか LINE とかいろんな Facebook とかで登録もできますので、一つよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてこれだけじゃないんですよね、はい、お知らせ。そうなんですね、もう後藤さんいろいろもうされてるので、欲が深いんですね私はねで、あの実はですね、まだ少しずつ形を作ってるところなんですけども、秩父神社の園田宮司様を中心といたしまして、日本の祭礼博物館っていうのも秩父でこう、まあ、街中を回遊させて、博物館ができないかという構想の中でですね、一応プレーオープンにはなりますが、今8月14日の日に結び市というのを秩父神社の境内の中で、提灯を飾らせていただいてですね、まずスタートを切らさせていただきたいなと、まあ、SNS でですね常時これからどんどんと情報を上げていくつもりで予定がございますけども、まずは秩父でお祭り、祭礼についてですね
歩く回遊することによって情報が流れるのが分かるというのをね、皆さんにしていただきたいなと思って、今準備の方しております、はい。まずはこの結び市、園田宮司様のちょっとびっくりな企画が、はい、まだ公開はちょっと私の方でできませんけども、はい、素晴らしい企画がございますので、ぜひですね8月14日皆さん楽しみにしていただいて、秩父神社の方へぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、ちょうどお盆の時で ね、 でね、例年だったらはい、この8月14日はいつも、はい、皆野町の秩父音頭祭りの日ですが、今年はね、はい、また中止ということになってしまっていますけれども、そうですね、はい、そんな気持ちをねこちらの結び市でも、はいはい、はい、結んでいただいて、あ、素晴らしいですね。さすが言葉上手ですね。やっていただきました。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、いろいろなの祭りといえば秩父ということなので、はい、そうですね、はい、今できることを皆さんがいろいろ考えて、はい、いろんなものがありますので、ぜひぜひ、もう後藤さんアイデアマンなので、いやいやいや、もうね、やっぱり秩父の皆さんはお祭りが大好きで、はい、ぜひお祭りね。そこに気持ちをもつなげていくような形で、うん、私たちも努力していきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、今日の PR 秩父は3つお知らせいただきましたので、はい、ぜひぜひ皆さんのご支援を、はい、応援をお願いいたします。ご支援をぜひ、はい、こちらのご支援をぜひ、ね、はい、よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね、はい、伝わりましたかね。はい、もういいと思います。もう今日ね、素敵な衣装で、はい、これ皆さん着てるんですよ。そうなんですよ、これ、はい、この秩父屋台村という、ね、T シャツを制作させていただきまして、すごいいい宝船に乗ってますね。世界の神様が私たちのところに集まるっていうね、おかしなことを私も言ってますけども一つ皆様ご協力をよろしくお願いいたします。はい、この中でも私たち頑張ってますので、ぜひ秩父の応援を皆さんよろしくお願いします。はい、そして今日も面白かったという方、動画にいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。それとあれですよね、はい、リンクをYouTube の方の、はい、あ、そうですね、 YouTube の、はいはい、URL 貼っておきますので、そこからもクリックできます。はい、秩父朝市にご協力していただきまして、皆様本当にありがとうございました。本当に皆様のおかげで1年無事に過ごすことができましたので、またこれからも1年2年10年20年と続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、秩父朝市は7月18日に開催されます。はい、ではまた次の皆さんには朝市とかでもお会いしたいです ね、はい、ですね。はい、ということで私たちは次の動画でまたお会いしたいと思います。はい、それではバイバーイ、バイバーイ